今回私がですね、紹介してアメリカの不動産において私がお願いしている現地の信頼できるパートナーであり、現地の今回のですね、アメリカテキサス情報もいただいたこちらのですね、ルークさん、ルーク・クライさん見てますか？はい、こういったですね、やっぱ人的ネットワークがないと資産運用で特に大きくなればなるほど人的ネットワーク、そして信頼できる関係性、横のつながり含めて、これ実は資産運用で皆さん意外と知られてないんですが、 お金だけじゃダメです。人間のつながりがあるところに実はおいしい話が来るんです。ですからおいしい話はお金ない人には来ません。お金がある人のところには来ますが、ここで今度選ぶのが取捨選択する力です。この人はなぜ私のところに来たのか、こちらのお金が狙いで来る人と、もともとお金がある前からつながりがあると、その人的信頼関係で、あ、中野さんならこの情報を出そう、その裏には中野さんに言えばその後ろにいるお金持ちにつながるとか、中野さんに言えば、ね、迷わない、買うか買わないだけですから、というふうになってくると、今度こういった人的ネットワークがなってきて、私アメリカ不動産投資で成功する理由も結局の人的投資もしてきたからなんです。このルークさんに出会う前に3年かかってます。結構信頼できる人ってあんまり急に表に出てこないんですね。いろんな売り込み来ます。私もいろんなあのアメリカ不動産投資で売り込まれた経験もありますし、なんか美味しそうな話結構来るんですよ。で最初いいないいなと思っていたけど、でも3000万ぐらい投資するわけですからね、3000万円をこの人を信頼していいだろうか、この迷いも大切です。でご覧になっている皆さんで、あのお金ができて迷うときは慎重に、特にですね、アメリカの不動産投資はこの後説明しますが非常にお勧めします。しかし一番危険なのは誰と出会うかっていうのが大きいので、そういう意味でいきなり出会い頭に会った人はすぐには狙わない方がいいと思います。アメリカの不動産投資で最も難しいのは人的つながり、これを先にお伝えした上で、今からですね、アメリカの魅力について各種データをもとにですね、皆さんにお伝えしていきます。はい、人、物、金をテキサスへ、CCIM のルークです。今ご覧になっていただいた動画は、今月のですね、3月27、28と日本全国の人気 YouTuber を集めて、資産運用、オンラインセミナーサミットというのをですね、開催されたんですよね。で中野塾長は1月28日の午後1時から、今あなたがやるべき米国不動産投資とはというテーマでお話をされた中の一部をご紹介しました。私はあの去年の8月16日に中野塾長が開催した YouTube の始め方講座で、その会場でですね、中野塾長と2人で、まあ、あの1分未満の動画を撮ったのが初めての YouTube です。その後、まあ、約5ヶ月後なんですけども、中野塾長の方からトランプについての動画を1本出してほしいということで、まあ、下にリンクを貼っておきましたけども、トランプの切り札という動画をアップしたところ、まあ、これがですね、なんと8万4000回以上ご視聴されてですね、で、まあ、一気に2日後にはチャンネル登録者が1万人を超えました。でその2日後には YouTube の方から、まあ、パートナーシッププログラムに参加しませんかというお誘いが来て、で、1月15日から YouTuber としてですね、まあ、広告を取れるようになりました。その8月16日の、まあ、講座の時には、まあ、あのネットも含めて100人以上の方が集まったそうなんですけども、まあ、中野塾長によるとそのうちの95人が YouTube を始めて、で、10人以上がですね、チャンネル登録者が1000人超えたそうです。あの YouTube やっててですね、やっぱすごいのは、まあ、私あの毎日動画アップしてるんですけども、まあ、いろんな人からですね、まあ、いろんなコメントいただいたりとか、例えばね、あのビジネスにつながってくるんですよね。あの、まあ、YouTube 自体からは、まあ、今、まあ、数万円の収入が毎月入ってきますけども、あのそのですね、まあ、いろんな方からの問い合わせ、まあ、これが結局やっぱ大きなお金になってくるんで、
中野塾長が言うように、何か成功でプロとして成功したいってことだったら YouTuber が一番早いっていうことが、なるほどなとよく分かります。その中野塾長が、来月からですね、YouTube 幼稚園というのを始めるんですよね。これぜひおすすめです。YouTube まだ未経験の方もそうですし、例えば、1000人以上、4000時間以下視聴時間ですねの方はまだ YouTuber にデビューできないんですけども、これをね YouTuber としてデビューしたりとかですね、あと1万人以上登録者がいるんだけども、なかなかネタに困ってるとか、あるいはですね私みたいに、1万人以上はいるんですけども3万人以下の方でもっと収益を上げるにはどうするか、そういった問題を抱えている方にとってもおすすめのコースで、日本一優しく、結果を、表すことができる YouTube というテーマなので、ぜひ皆さん下にリンク先を貼っておきますので、ぜひこの講座に一緒に参加しましょう。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。